はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、東京オートサロン2018ホンダシビックタイプ R です。はい、しっかり見ていきます。ボディカラーは全体的にブルーのメタリックだね。で、正面から見るとホンダのエンブレムだね。で、グリル周りもすごく細かく作られてます。で、ボンネットのところに東京オートサロンのロゴがあるね。で、横から見るとこんな感じです。で、後ろの方はホンダのエンブレムとかタイプ R がプリントされてます。で、反対側はこんな感じだね。で、リアウィングは樹脂パーツだね。ブラックとブルーになってます。で、タイヤはサスペンションがついてます。ホイールのリムの部分はレッドのメタリックだね。で、ボンネットが開きます。うん、中のエンジンも塗装されてるね。うん、いい感じになってます。で、シャーシの方はシビックタイプ R ナンバー76の2016のシャーシだね。はい、箱の方を見ていきます。正面のパッケージにはタイプ R の写真が載ってて、ここが東京オートサロンのロゴだね。で、横はこんな感じかな。で、ここにホンダのオフィシャルライセンスって書いてあるね。で、後ろの方はこんな感じだね。はい、今日は東京オートサロン2018のホンダシビックタイプ R を紹介してみました。タイプ R はベース車も人気があるもんね。ホワイトと初回特別仕様がブラックだったかな。個人的にはタイプ R って言ったらなんとなくホワイトがいいかなと思います。うん、でもいろんなカラーバリエーションあるといいよね。で、東京オートサロンの会場には行けなかったからメルカリで今回も買ってます。はい、今日もおしまいです。またチャンネル登録の方もお願いします。バイバーイ。